染み込む。あ、おはようございます。ショッピーです。はい、ありがとうございます。調子はどうですか？あー、もう明日月曜日か。なんか疲れ取れてないな。どうもショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を見てくれてる人の中で休みが1日もありませんっていう人は少ないんじゃないかなというふうに思います。僕が5年前会社員の時には、土日にどっかバーベキュー行こうぜだったり、土日にどこどこのフェスに行こうぜみたいな感じで、必ず休みの日に自分たちで遊ぶっていうことをしてました。8月か9月になるとだいたい10日か14日ぐらい休みがもらえました。でそこで休みがあった同期と一緒にどっかバーベキューに行ったり、キャンプに行ったり、ちょっと3泊4日で旅行に行ったりとか、そんなことしててめちゃくちゃ楽しかったわけなんですけど、はい、でもそれが終わって帰ってくるとめちゃくちゃ疲れててですね、疲れた状態で会社に行くっていうことをやってました。夏休みほどじゃないですけども、でも普通の日であっても月曜日になるとなぜか疲れて出社をするっていう人多いと思います。で僕もやっぱ会社の時そうでした。スポーツをやったり旅行に行ったりゲームしまくったりとか、それで疲れが吹っ飛びました、元気100倍ですって言って月曜日からバリバリ仕事できるんだったら、そういう方はもうこの動画見なくて大丈夫です。逆に疲れた状態で月曜日に出社してしまうんですっていう人がいたら、今回の動画参考になると思いますので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。そもそも休みって何かっていうのを調べてみると、コトバンクさんでは仕事活動を中断して心身を楽にする、動きや働きが止まる、こんな感じで書いてあります。まあ、休日って自由な時間だからこそ、自転車で走ったりとか野球やったりライブ行ったりとかいろいろこうやりたいわけじゃないですか。そう、でもそれやってちゃうとやっぱり疲れちゃうということで、じゃあその休みの時に何をすれば疲れがちゃんと取れて心身ともに楽になるのかっていうのを教えてもらったことで、僕もやってみてすごくいいなと思っていることをちょっとシェアしてみようと思います。でそれがデジタルデトックスっていうやつです。デジタルデトックスって何かっていうと、簡単に言うとこういうデジタル機器を一切持たない時間を作るっていうことなんです。じゃあ例えばデジタル機器って普段どういうところにありますかっていうと、一つ目にやっぱこういうスマホだったり携帯電話っていうのがあると思いますし、家に帰ったらテレビがあると思いますし、パソコンっていうものがあると思います。他にも地域的なものはあると思うんですけど、外に出た時に電光掲示板があったり、電車に乗った時にそのモニターがあってそこがチカチカしていたり、外に出た時でもそのデジタルなものっていうのはいっぱいあると思うんです。で僕たちは常にこういったものがあるので、ついついゲームをしてしまったり、アプリでニュースを見てしまったり、 SNS の投稿を見てしまったり、常に何か活字だったり広告だったり他の人の意見とか会話が聞こえている状態で、どうやって休めばいいんですかっていうぐらいの勢いだと思うんです。まあちょっと話がずれてしまいましたけども、そういうデジタルなものを一切見ない、一切関わらない時間を持つっていうのがデジタルデトックスっていうものだと僕は教えてもらって、今それを実践しています。もう少し詳しく言うと、外に出ない、パソコンを見ない、テレビを見ない、スマホを見ない、新聞を見ない、広告を見ないとか、まあそういうところなんです。で本は読んでます。はい、あの本はじっくり読みながら勉強したりはするんですけど、自動的になるものっていうのはもう一切断捨離をするっていう、そういう時間を持つっていうことですね。でそのデジタルデトックスっていうのを1日やるだけでめちゃくちゃ心がすっきりして疲れが取れるんです。
人の疲れっていうのは体の疲れではなくて脳の疲れらしいです。その脳に刺激を入れないためにデジタルデトックスをするっていうのがものすごい効果があるらしいです。じゃあ具体的にどれぐらいの時間をやればいいんですかっていうふうに思うと思うんですけど、長い人で3日だったり1週間ぐらいはやる人もいます。会社に勤めていてかつご家族がいる方っていうのは平日は仕事で帰ったらご家族で休日も家族サービスがあったりしてなかなか自分の時間を取れないと思うんです。そういう方は瞑想でもいいと思います。1日寝る前の30分使って瞑想してみたり、あとは職場でお手洗いに行った時に5分間瞑想してみたりとかでもいいと思いますし、情報を遮断するっていう時間を持つだけでも全然その疲れ具合とか思考のスッキリ具合が違うので、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。言うはやすしなんですけど、やってみたらわかると思います。多分もう手がプル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 震えて、ああって言ってもう自然にやっぱ見ちゃうと思います。もうそれぐらいやっぱり僕たちっていうのはそういう情報を断捨離するっていうことが難しい感じになってると思います。だからこそ今回僕が教えてもらって、で実際にやっていいなと思ったデジタルデトックスっていうものを今回皆さんにシェアをさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。1日10分でいいので目を閉じてじとするだけで疲れの取れ具合だったりスッキリの仕方が全然違いますので、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。でやってみたらその感想をコメント欄で教えてくれたらさらに嬉しいです。家の中にいたらこういうスマートフォンだったりテレビで情報が垂れ流しにされていますし、一歩外に出たら広告だったりっていうところでもいろいろまた情報がわーっと入ってきてですね、もう頭もうすごい疲れちゃって、で本当に大事なことだったりやりたいことがなんか見えなくなっている、そういう時だと思います。だからこそこういうデジタルデトックスっていうのをやって、自分が本当に大切なことだったりやりたいことだったりっていうのをこう明確にしていきましょうっていうことで、僕もまだまだこれからもそのデジタルデトックスってことを継続してやっていきますので、はい、一緒に身軽になっていきましょう。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。あ、でもなんか涼しくなってきましたね。この朝と夕方が涼しくなってきてくれたので、いよいよこう神社だったり海辺だったり山に出かけてすっきり空間でぼーっとするってことをやりたいですね。なんか皆さんがコメントで教えてくれたところが、まだまだ行けてないところがいっぱいありますので、また近々行こうかなというふうに思います。